ただいまから第4回加須市青少年未来議会を開会いたします。今年度は修学旅行の中止や私たちの生活する中で何か提案できることはないかと話し合った結果、こいのぼり推薦のための取り組みを考えました。私たち自身どんな動きについて考えてみると、市内の小中学生による投票を行うことを提言します。13番杉田。また実際には市役所の方に学校に来ていただいた方がよい。はじめにいつも美味しい給食を作ってくださりありがとうございます。本日はこのような機会でありがとうございました。この以上でまた愛が見えることができる。これにて第4回加須市青少年未来議会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。